感動的な書、永遠高広、達筆な直筆書道と格言ハッシュタグが大沸騰、心に響きました。EXILE の高広、39が28日までにインスタグラムを更新。達筆な直筆書道を披露した。この日、高広は、古典やりたくなってきちまだな、と綴り、達筆な直筆書道の写真を投稿。その上で、 ハッシュタグ書道パフォーマンス甲子園ハッシュタグ感化されすぎハッシュタグ本当にみんなキラキラしててハッシュタグ私は累戦がゆるゆるしててハッシュタグ完全に親心甲子園と毎年かに開催されている書道パフォーマンス甲子園を見たことを明かしハッシュタグこれから嫌なこともたくさんあるだろうけどハッシュタグ大事なのは他人の言葉じゃなくて ハッシュタグ自分の心の声だぞ、おい、ハッシュタグ君を誰よりもワーギにに添ってる人のために、ハッシュタグ自分を大切にするんだぞ、おい、と熱い思いを述べていた。幼い頃からショーを習い始め、ソフラの影響で絵画も描き始めたという高博さんは、2014年には初の個展も開催し、大きな反響を呼びました。そんな高博さんは、 インスタグラム投稿で定期的に自身の思いをとろ。今年4月には誰にでも揺るぎなく守りたいものがある。譲れないものがある。自らの命に変えてでも嫌、己の命どころ日にならないほどの最も大切な命があるといった長文を綴り、ファンから、心に刺さりました、と反響を呼んでいました。今回の投稿にも、高博さんの人間性が現れていますね。 高広さんの思いの詰まった作品をもっと見たいと古典第二弾の開催を待ち望む声も多く上がっています。女性誌ライター。高広が公開した直筆書道と格言のようなハッシュタグにファンからは感動的な書です。ハッシュタグ泣ける。綺麗な字ですね。と好意的なコメントが寄せられている。感動が伝わってくる。ぜひ古典を高広さんの作品たちをせいで拝見したいです。 素敵な字です。高広さんの言葉が真に響きました。といった反響も上がっている高広の投稿。ハッシュタグから高広の優しさや思いやりが伝わってくる。高広の投稿には、素敵な字です。高広さんの言葉が心に響きました。ぜひ<っ>古典を高広さんの作品タグをせいで拝見したいです。との反応も。書道パフォーマンス甲子園で冠類してしまうところが、 彼の人間性を表している。